にちは、マスターカラスコ男役現役アイドル永遠の30歳アイハルマヤです。今回は私はね、宝塚を退団してからずーっと髪を伸ばし続けていて、もうショートでいた時期って本当宝塚退団してからこの長さまで伸びるまでの間の過程のこの辺の時期までで、もうそっから先はずーっとこうロングヘアでね来てるんですけど、まあ、今度ヘアドネーションをする時に結構短く切るんで、まあ、それがね本当にね十何年ぶりのショートヘアとか、まあ、ショートまではやるか分かりませんけどボブヘアとかにねなるんじゃないかなと思っているんですが、やっぱりね女性にとってこう結構髪の毛は女の命と言われていたり、ロングヘアがね好きで伸ばしている方もいるかと思います。まあ、今はでもね女性の方でさ坊主頭にする方がいたりさ、ベリーショートでかっこよく決めてる人とかもいて、まあ本当男性もロングヘアにする方とかもいたり、こう男性女性っていうところに関してはあまり隔てなくやるようになっているのかなって思うんですけれども、まあそんな私、宝塚音楽学校そして宝塚歌劇団時代は男役だったので、もちろんショートカットだったわけですよ。宝塚は基本男役はまあそこまでロング、なんか真矢美希さんとかはね結構ロングヘアでこう後ろにキュッと結んだね異色のイケメンみたいな感じのねスタイルもあったので、まあ、完全に決まってるかって言ったらそうではないかもしれないんですけども、やっぱりオーソドックスは男役はショートカット、娘役は結べる程度のロングヘアという風になっております。で、私はね宝塚時代ずっとね、まあ、もちろんショートカットだったわけですよ。で、そこから退団して髪を伸ばしていったもんなんですけれども、その伸ばしていってこうロングになっていく時の気持ちだったりとか、あとは、男役さんだとね一番変わるのがスカートをむちゃくちゃ履くようになるっていうところなんですけれども、初めて宝塚を退団してスカートを履いた気持ち、そのあたりをちょっとね話してみようかなと思います。まずは髪の毛なんですけど、私宝塚に入るまではねずっとロングヘアだったんですよ。まあ、何回か子供の頃と、本当に小学生とかの子供の頃と、あと宝塚を目指し始めてからなんか途中でねミュージカルに出演して、その時に男役をね宝塚の受験スクールの時に出たミュージカルで、ね、男役をやったので、その時にちょっと短く切ったんですけど、でもそっからずっと伸ばして、結局やっぱりねお団子頭で宝塚を受験して、ここガーッと編み込みでねお団子ヘアで合格してロングだったんですよ。髪の毛はかなり長くてね。で、基本その小さい時にショートカットにしてもやっぱりロングヘアが好きで、なんか自分はなんかすっごい女の子したプリンセスとかホットセーラームーンとかそういうのが好きだった子だったので、とにかくねこういうロングヘアに憧れてたし、全然切りたくもなかったんですね。でも宝塚に入ったらね、もちろん男役なので髪の毛を切って、で、音楽学科合わせて7年間私は髪の毛がショートヘアでした。で、そこから退団した時に、あ、ここから髪の毛を伸ばしてもいいし、ずっとショートでもいいっていう選択肢があったわけですよね。で、結構ねショートのままの男役さんとかもいらっしゃるんですけど、割かし宝塚あるあるで、宝塚退団した時に娘役さんは一回髪の毛をショートっぽく切る、で男役さんは伸ばしていくみたいなあるあるがあったりするんですけど、私もね全くもってその通り髪の毛を伸ばしていったんですよ。で、伸びていく髪の毛がね嬉しくて、もう絶対ロングにしようと思ってたから伸びていくんですよ、どんどん。で、この辺の髪の毛になった時に本当に一回悩むの。もう これがねしんどくて、この状態が肩にちょっとついたりすると跳ねるし、なんかもううざったくなってきて、この辺がうわって。で、
でこの辺の髪の毛になった時にああもう切っちゃいたいめんどくさいってなるの。でもそれを耐えるのが結構大変で、でここを耐えてちょっと肩よりも長くなってくるともう跳ねなくもなってきて、あの重みも出てくるから落ち着いてくるので、でそこからは何にも考えずに伸ばしました。で今ではねすっかりこうロングヘアも肩についてきたというか、あの見慣れてきてるんですけど、ショートの時からは全然印象が違うので、なんかやっぱりあすごい女の子らしくなったねとか、なんかわ髪長いとか、そのショートの時のことしか知らない人とかと久しぶりに会うと結構びっくりされたりします。でもまあすっかりね今じゃおなじみになってきて、私はロングヘアが気に入ってるんですけどね、まあ、もしかしたらドネーションするときにバッサリいくかも分かりません。だいたい男役さんはみんな、うん、髪伸ばす方は通る道なんじゃないかなって、この辺りで一回切りたくなるっていう、で諦めて切っちゃう人もいるんじゃないかなって思ってるけど、どうなんでしょう。で宝塚退団してからの男役のね、あの時はだいたいもっぱらねこうやって私は結んでね、こうかっちり結んでこう上げて男役っぽくしていて、あの OG のね人のショーとかに出てるような方も結構そのスタイルで出てる人も多いかなって思います。髪の毛はこんな感じですね。でスカートなんですけど、初めてねその宝塚退団してからスカートが履けるってなるじゃないですか。スカート買いに行くのも緊張するし、履くのも本当にね緊張するの。もう女性なんだけどなんか恥ずかしいっていうか、だからどうしたらいいかわからないっていう気持ちになって、なんかあれスカートってどうやって履くんだっけみたいな気持ちになったのを覚えてます。なんか退団してすぐは履けなくて、2日後くらいにちょっと買いに行こうとか思ってみたんだけど、ちょっと緊張して買いに行けなくて、結局1週間後ぐらいに私は、でもスカートどうしても履きたかったの、その女の子したのが私は好きだからどうしても履きたくて、ちょっとね長めの膝下ぐらいの長めのスカートを買いに行って、で初めてその対談してね、そこまでずっとズボンだった自分がスカートを履くとね、なんか男性が普段ねあのパンツスタイルのね人、男性が初めてさ、なんか余興とかで女装をさせられたとかさ、なんか高校生の時とか文化祭とかでちょっとおふざけでスカートを履くとかそういうことってあるじゃないですか。なんかそういうので履いた時の男性の感想って、なんかスースーするとか恥ずかしいとか言うじゃん。もうまさにそういう感情、なんかわっスースーするみたいなね、ここに風が通るみたいな感じで、はぁどうしようみたいな、わぁスースーする、なんかこれ歩いたらめっちゃ歩きやすいみたいな、恥ずかしいみたいな感じで、すっごいぎこちなかったと思います。最初のスカート姿はなんか別になんか普段からねすごい男っぽい仕草とかでもなければ、足をむっちゃ開いて座るようななんかほど男役がむちゃくちゃ板についてたタイプの男役ではなかったんですけど、やっぱり役ではさこう大股で歩くし、パンツを履くし、ズボンを履くし、足を開いて座るわけじゃん。もう絶対そういうのできないと思って、めちゃくちゃもうなんかどうやって立ち振る舞ったらいいんだろうこのスカートを履いてみたいな気持ちになったことを覚えております。これもなんか男役さんの人たちはみんなどういう思いで初めてスカート履いたらどういう気持ちになったかとかね聞いてみたいですね。私はもう本当にそれが緊張したことを覚えてます。初めてそのスカートを履いた時のこととかちょっと思い出すと、なんかキュンとするような気持ちになりますね。みんなどうだったんだろう、ちょっと気になります。私はすごい若手で退団したので
本当にそこまでじゃないと思うんですよ。そこまでじゃないはずの私でさえそういう風に感じたので、もしかして本当10年とか15年20年とね、長い間宝塚にいた方が初めてこう髪を伸ばしたりスカートを履いた時って、もっともっと凄まじいいろんな思いがあったのかなと思ったら、いろいろ気になるところですね。ということで今回は宝塚を退団した時に髪の毛を伸ばしたこととスカートを履いた時の気持ちについてお話ししてみました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。